ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは兵庫県の内陸部にあります北播磨というエリアから河川の堤防およそ10キロを往復した間に出会った野鳥などを紹介して季節の移り変わりをお送りしております。11月も最後になりましたね。さすがにちょっとこう手足が冷たいと言いますかね、歩いておりましてもこう手が冷たい季節になってまいりました。大判の数もね、徐々にではありますけどこう増えてきましてね、なんでしょう、こう点々バラバラにいた大判たちがこう集まり始めてるのかな。まあそれだけではなくね、結構数を見かけるようになりましたね。まあこのようにね増えてくるんだっていうのをね改めてね、知ったわけなんですがね、さすがにこのようにね霜がね、降りておりまして、もうまあ冬本番ということになりますかね。このチャンネルをご覧いただいている方の中にはね、まあ兵庫県にお住まいの方もあろうかと思います。まあ北播磨と言いますとね、これはもうほぼ加古川流域になりますのでね、まあ、かなりね加古川流域というのは範囲が相当広いと思います。まあ支流というんかな、そういった河川も含めますとね、ですからまあそれにしてもね、まあ何回かご覧いただいている方ですとね、まあ、場所を特定することは可能ではないかと思いますしね、私が歩いているところはね、まあそれほどこう車が通るわけでもないので、まあ、歩いて観察するのにはね、まあ口頭にまあ都合のいいと言いますか、まあただしね車はすれ違うのが難しいようなところもありますしね、まあ、そもそも車の通行禁止になっている場所もあるんですけれどもね、まあ、車で、撮影することも不可能ではないような場所なんですよね。今日はね、まあいろいろとこのチャンネルではね野鳥の識別についていろいろとご助言をいただいているんですけれどもね、ちょっとね、まあ、少しは自分でも何かね、勉強しなければならないかなと思いましてね、今日はねカモのメスについてちょっと注目しながらね撮影してみたんですね。まあ、こちらカルガモなんですけれどもね、まあ、カルガモの場合は雌雄の判別というのはちょっと難しいようですよね。まあ、私もはっきり言ってよく分かってないんですけれども、まあ、それなりにちょっと知識を入れながらね、その違いっていうものを意識しながらちょっと観察してみたんです。今回ねそういったことでカルガモのシーンがね結構長めに出てくるんですがね、私自身の訓練のためにね、これはオスかなメスかなっていうのをね映像を見ながら、ちょっと自分のためにね撮影してみたところなんですよね。違いについてね、色が薄い濃いであるとかね、何でしょう、大きさが大きい小さい、ある部分の長さが短い長いというのはね正直並べてみて確認はできますけれどもね、単体で例えばオスだけメスだけ1羽だけの場合にね、なかなか私のような、まあ、素人にはね判別しにくいんですよね。どこかの形が違うとか、まあ、そういうことであればねまだ分かるかもしれないんですけれども、そういうことでねカルガモの場合もどこかオスとメスでね違いがあるのではないかなと、まあ、私なりにねちょっとそういった部分も観察しながら見つけることができないかなとも思っているわけなんですよね。まあ、このホオジロもねオスは分かりやすいんですがメスになりますとね私もかなり自信がないですから、私
くいろんなことをね喋ってますけども、あまり信用してもらわない方がいいと思うんですけれどもね。まあ野鳥の中にはね、オスとメスがはっきりと違うものが、まあこのモズなんかも意外に分かりやすいんですよね。こちらがね、私も時々ホオジロのメスと見間違えることがありましてね、まあこちらはカシラダカだと思うんですが、頭の上がね、カシラダカかなこれ、ちょっとこう盛り上がってるというかな、そういったところとお腹が白いのでね、まあ、分かりやすいんですが、結構ねホオジロのメスもね頭がちょっと盛り上がってるように見える時もあったりとか、お腹が白く見える時もあったりとかね、することがあってね、正直分かりづらいと言いますかね、そういったことがありますね。セグロセキレイ劇場かなこれは。まあセキレイなどはね、正直オスとメスの違いってはっきり、分からないんですけれどもね、まあカモの仲間というのはどちらかというとこうオスとメスがね仲良く一緒にいることがあるので、その時にねできるだけこうオスとメスの違いというのをね、判別の訓練というかな、しておきたいところなんですがね、これは手前がオスでこっち正面を向いてる方がねメスだと思うんですけれどもね、どこかこうはっきり形が違うとかね、そういったところがないかなと思いながらね観察をしてみたんですけれどもね、正直分かりづらいですね。背中の部分がね、羽の輪郭が分かりやすいのがメス、どちらかというとこう黒っぽい、まあ、単色に見えるのがオスというのがね、まあいろいろ判別の仕方もある中でその方法はまあ分かりやすいんだかなと思いながらね、まあ観察してみたんですけれどもね、このマガモのメスについてはね、まあ私はくちばしの色を特に見ているんですけれどもね、まあオレンジ色に見えますよね。上半分が黒っぽくて下がオレンジ色であるのでね、そこをまあ注目しているんですけれども、これはどうなんでしょうね。手前がオスで、右側がメスなのかな。まあいい加減なこと言ってるのでね、これがですねホオジロのメスだと思うんですよ、ね、これは背中の色がね明らかにホオジロだと思うのでね、分かりやすいと思うんですけれどもね、なんかこう頭が盛り上がってるようにも見えませんかね。まあこの辺りがね時々カシラダカとねホオジロのメスを見間違えることがね、まあ、結構ありますね。これはねムクドリの間に真ん中にいるのがツグミじゃないかな。これはムクドリですね。ムクドリの中にね時々違う野鳥がね混じっていることもあるのでね、ちょっと注意して観察してますね。こちらがツグミですね。いや本当いよいよなんだろう、測ったようにこうね冬に入ると見かける機会が増えてくるのかな。不思議ですよね。別にこう11月とか12月とかって、シームレスにつながってると思うんですけれども、何なんでしょうね。なんかこう月が変わった途端に見かけなくなったり見るようになったりするっていうことが
野鳥にはありますね。不思議ですね、本当に。これはノスリですね。ノスリもね、よく観察してみると同じ場所にいることがありますね。どうやら農地の方ばかり気にしているようでね、こちらはあまり向いてくれなかったんですけれどもね。今季ね、初めてこの場所で見る、岡吉ガモであったりとかね、吉ガモ、こちらのメスがね、ちょっとこう難問かなという気配を感じております。オスの方はね、まあ、吉ガモの方はあのグリーンのメタリックな光沢がねあるので分かりやすいですし、オカヨシガモの方はどちらかというとこう白っぽいと言いますかね、そういう感じなので、まあ見分けはつくんですが、それぞれのメスはどうかなというところなんですがね、今のところちょっとこう明らかに違うというところがね、まだわからないんですよね。なんとなくこれはどうなのかな、オカヨシガモのメスなのかな、あのね、一番左側がそうなのかな。まあ、ヒドリガモのメスもね、このオスの後ろのあの何でしょう、白い縁取りにされた黒い部分が見えますよね。あの部分がまあオスほどではないにせよ、結構あのそういった特徴がメスにもありますのでね、まあまあ、 あの見分けがつくようになったかなとも思うんですけれどもね。こちらが、まあ、先ほど言いましたヨシガモなんですけれどもね、ヨシガモはね、どうやらオスもね、今日は2羽確認しましたのでね、これ徐々に増えてくるのかな。ヨシガモも昨シーズンはね、見かけなかったかもなんですけれどもね、まあ、ですからあの今季こういうふうに見ることができているからといってね、次のシーズンに見ることができないかもしれないので、こうやってね見ることができている間にね、十分ちょっと、まあ、観察はしておきたいところなんですけれどもね。このようにね、オスが今2羽映っていると思いますけれどもね、まああのオスにある特徴をメスも持っている場合もありますのでね、まあよくそのあたりを比較しながらね、見ていけばいいのかなと、そういうことも感じますけれどもね、まああの単体でメスだけがいるような場合にはね、まあ私の場合はちょっとこう見分けが難しい気がしております。まあ大きさなどはね、まあ子ガモについてはね、まあこれは明らかに大きさが違うので、なんとなく分かるようにはなっているんですけれどもね。今日はね、久しぶりに私以外のね、野鳥撮影されている方とまあ出会うというか、すれ違うというかね、まあ車に乗ってまあ撮影されていたようですのでね、そういった方に出会いましたけれども、まああの最初に申し上げました通りにね、もうまあ野鳥好きな方であればね、まあこう歩きながら野鳥を観察するなりね、撮影されるのにはね、いいところなのかなというふうな気もしますね。こちらがね、おそらくこの間ノスリにちょっとこうちょっかいを出そうとしていた猛禽類だと思うんですがね、これもなんだかちょっと、映像が小さすぎてわからないですね。まあ明らかにね、あの
キジバトとかそういう鳥ではなかったように思うんですけれどもね、まあですからね、私のようにこう、まあ、あの往復、まあ、すると20キロぐらいもね歩いているのでね、まあ、あのその辺はちょっとこうなんでしょう、まあ、あの同じようなことがあのできるかというと意外にちょっと、ネックなのかもしれませんけどもね、野鳥があの好きな方であればね、まあ、あのそんなに苦にはならないと思うんですよね。ですからこの私もこう歩いていてね、なんでしょう、途中にベンチでもあればいいのになというようなこともね、感じることもあります。あのもちろんあのコンビニがあるわけでもなく自動販売機もないですしね、トイレがねそれほどね あるわけでもないのでね、まあ、そのあたりはちょっとね、なんでしょう、あの不便というのかな、そういったところもあるんですけれどもね、まあ、しかし、そのあたりをまあちょっと気をつければ非常にこう、まあ、あの野鳥の観察、野鳥好きな方にとってはね、まあ、あのいいんじゃないかなとは思っているんですけれどもね、まあ、あの20キロ歩く間にはねもちろん何回か休みを休憩を取ったりねしているんですけどもね、そんな時に限ってねエナガが飛んできたりとかね、この間もね、今日もね最後にご覧いただくんですがね、一服してもうカメラをしまってる時にねミサゴが真上を飛んでるっていうようなところに今回も遭遇しました。一番最後にねちょっと今日の長回しでねミサゴの撮影をご覧いただきますけれどもね、まああのそれほどなんでしょうね、一服するっていうか腰をね据えて休めるような場所も全くなくってね、ですからあの途中 のちょっとした公園 の階段みたいなね、まあ、階段といってもまあコンクリートですが、そこに腰掛けて休んだり ねしている場合もあるんですけれどもね、まあ、以前はね、まあ、10キロも歩くともうまああのヘトヘトというわけでもないんですが、ちょっともう歩くのに疲れるというよりもこう飽きるというかな、そんな感じだったんですけれどもね、今はもう気がついたらもう10キロ歩いてしまってるというようなね、まあ、それほど野鳥に出会わない時なんかはね、もうあれもうこんなとこまで来てるんかっていうような感じでね、10キロぐらいはねいつの間にか歩いているような感じになっています。もう10キロね歩いてしまったらもう帰るしかないのでね、もうどんなに疲れようがね、まあ、帰ってくるというような状態になっているわけですけれどもね、まあそれほどね、有酸素運動にはなってないのでね、まあ、ダイエットにはほとんど役に立ってないというかそういう状態ではあるんですがね、おかげさまでこう、まあ、疲れるっていうことがそれほどなくなりましたのでね、まあ、あの筋肉をね、まあ、あの筋肉の衰えって結構、嫌じゃないですか、まあ、そういったところにはね、まあ、役に立ってるのかなと思います。こちらがね、もう最後に出会ったミサゴなんですがね、これはまあ撮影の後半になりましてね、もうほぼこの距離だと200メートルぐらい離れていると思いますね。向こうにちょっと鉄塔が見えてたと思いますが、これがおそらく300メートル近くなりますかね。正直ね、このコンデジ、ね、やっぱりワープするね。コンデジでね、この飛んでる野鳥を撮るっていうのはね、まあ、自分の腕を棚に上げて言うのもなんですがね、ほぼ不可能なんじゃないでしょうかね。飛んでる途中でね、なんかこう自分の足元をね、あの整理見るようなね仕草を見せてましたね。まあ、この時にはねもう外部マイクも外してますのでね、風の音が結構ねお聞き苦しいと思いますが、このような状態になっておりますね。まあ、このような映像だとねミサゴなのかどうなのか、もうそれさえわからないような映像になってしまってるんですけれどもね、
まあの飛びとはね姿がもうこれは違うなっていうのがねお分かりになるんじゃないでしょうかね。今日はねそういったことでこう11月の最後ですか、まあ本当にこう冬の入り口というか、これはもうちょっとこう足を踏み込んだなというかね、冬にねそういうような感じはいたしましたね。今日はちょっとカモのねメスということでちょっと注目してね撮影してみたんですがね、いかがでしたでしょうかね。もう少しねまああのいろんな方をねまあ頼るのもいいんですけれども、自分自身にねもうこれ撮影し始めてですから9ヶ月ぐらい経ってるのでね、何か一つぐらいは身につけないとねいけないかなと思ってね、いわゆるまあいろいろカモのメスのご判別というのはね難しい、それからあのホオジロのメスに似た野鳥たちの見分けというのをね、まあそこはなんとかね自分でね、問題をクリアしたいなとは思っているわけなんですけれどもね、まあその他にもねあの一見あの見慣れた野鳥だと思ってね映ってるのに見過ごしているというかね、皆さんがね私は気づいてないけれどもね、貴重な野鳥が映っていたりする場合もあるかもしれないのでね、またあのご覧いただきたいと思います。何分ね、まあ、同じ場所を行ったり来たりしていますのでね、ほとんどの野鳥がね毎回、同じような、まあ、レギュラークラスの野鳥たちがねほとんど出演してくれてるわけですけれどもね、まああの懲りずにねまたあの気が向いたらまたお越しいただきたいと思いますね。最後にね今日の長回しということでミサゴに遭遇した場面をねご覧いただきたいと思うんですけれどもね、一服してましたらねちょうどこういった状態でほぼホバリングに近い体勢に入ってますかね、そのミサゴが見えたんでね、あら慌ててカバンの中からカメラを出してねまあ撮影したんですけれども、まあミサゴはねこのチャンネルでも何回か登場しておりますし、かなりねおそらくこの北播磨のエリア全体をまあこうまあ自分の縄張りというかな、そのような感じでね飛んでいるんじゃないかと私は感じています。ですから、まあ、10キロ20キロぐらいの距離はね移動しているんではないかなと思っておりますけれどもね、あのこの私がいろいろ歩いている北播磨の県内でねあちこちで何箇所か複数箇所でね、見かけております。でそれほどね何羽もいるいやわけではないと思うんですよね。ですからおそらくあちこちで見かけているミサゴもね同一の個体ではないかなと私は想像しているんですけれどもね、まあ今日はねノスリが2羽でねこうお互いに争うというのかな、そういった部分も見ましたので、ノスリはね、まあ、複数はいるようなんですけれどもね、ミサゴの場合はねそれほど数がいるとは思っていないんですよね。ですからこう、まあ、河川の行ったり来たりねどうやらしているみたいですね。また気が向いたらお越しください。本日はありがとうございました。